トゲハムシ赤とは、甲虫目ハムシ科の赤である。日本国内ではトゲを備える種が多いことからこの和名があるが、トゲのないトゲハムシも含まれている。かつては和名としてトゲトゲを使用したが、トゲハムシという別名に置き換えていることもある。夏季の和名のトゲハムシをトゲトゲに置き換えるのが古い表記ということになるが、2000年代以降に出版された図鑑でも、 トゲトゲで掲載していることもある。なお、かつてカメノコハムシ赤とされたものは、現在では、ほとんどがここに含まれる。トゲハムシとカメノコハムシの仲間には、頭頂部が前方に強く突出し、口が頭頂部の下面に位置するという特徴がある。国内には、カキの9属14種が生息する。トゲハムシ赤に属するハムシにも成虫にトゲのない種があり、 トゲなしトゲトゲという和名で呼ばれる。しかし、形容矛盾であるとして、ホソヒラタハムシという和名も使われている。国内のトゲハムシ類14種のうち4種が、この種である。具体的には、宮本ホソヒラタハムシ、田口ホソヒラタハムシ、沖縄ホソヒラタハムシ、長ヒラタハムシの4種であり、和名が、ホソヒラタハムシでないものも含まれる。これらは、トゲがないために、 外見の印象は異なるが、トゲハムシ赤の重要な特徴は備えている。トゲなしトゲトゲの仲間にもトゲのある種があり、複数の文献で、トゲありトゲなしトゲトゲという呼び方で紹介している。その外見は普通のトゲハムシとは異なるものである。具体例が紹介されているのは、池田清彦の著書、不思議な生き物生命38億年の歴史と謎で、かつて、タイで、 小宮義明が、棘のある棘なし棘トゲ,トゲを発見したエピソードのほか、具体的な種名と写真も掲載している。別の文献には、東南アジア産種の中に、棘状の突起を有するように進化した細平田羽虫が見られ、それらを、日本の愛好者が、当時の和名にちなんで、かつてこのように呼んでいたことが記されている。棘あり棘なし棘トゲ,トゲという和名は2007年の、 時点では存在せず、国内産のトゲハムシに該当するものはない。また、国内の図鑑等での記載は確認できず、研究者や愛好者に広く使われている呼び名かは不明である。ありがとうございます。